たが指揮官ね。指揮官か？ランタン級の あなたが指揮官？あなただったの。指揮官さん。我、蘭羽荘園を振り払い、勝利をもって祖国に威光栄誉をもたれ。我、蘭ございます。いい経験になり。艦載機の制御。私指揮官身体。この笛の一対一。指揮官ん、この感じ悪くないわね。この感じ悪くないわね。私はネバダ級。お前が私を呼んでいるのか。やあ、こんにちは。君が指揮官くんかな。僕はシュフラン級のフォッシュというものだ。経験豊かなるストラテジストとして君の役に立てるよう願いたいね。よろしく頼むよ。ペンシルベニア級2番艦。はじめまして。百発百中のフォッシュ印、ランスールドことと、そういうことができればいいのにね。指揮官くん、一つ付き合ってくれるかい。このリンゴを指揮官くんの頭の上に乗せて、こう。ああ、ただの冗談だから、本気でびっくりしないでくれよ。指揮官くん、一つ付き合ってくれるかい。このリンゴを指揮官くんの頭の上に乗せて、こう。ああ、ただの冗談だから、本気でびっくりしないでくれよ。別にもっと強化してもいいんだけど。
やあ、指揮官くんを待たせてしまったのかい？ごめんね。何せ淑女の服選びには時間がかかるものでね。さあ、そろそろ行こっか。アルジェリーたちに教えてもらった店を案内しよっか。指揮官くんも入りやすいところだ。百発百中のフォッシュ印、ランスールドコトーと、そういうことができればいいのにね。待たせちゃった代わりに、今日は楽しい時間になると約束しよう、指揮官くん。ここら辺の景色はどうかな？アルジェリーたちに教えてもらった店を案内しよっか。指揮官くんも入りやすいところだ。ここら辺の景色はどうかな？アルジェリーたちに教えてもらった店を案内しよっか。指揮官くんも入りやすいところだ。アルジェリーたちに教えてもらった店を案内しよっか。指揮官くんも入りやすいところだ。